こんにちは。お盆のお休みの時にお越しくださりありがとうございます。私たち昨日東京から札幌に参りました。今東京はすっごく暑くてですね、札幌に来てわー涼しいなと思ったんですけど、札幌の方が聞いたらいやこれすごい暑いよっていう反応いただいたので、今東京は40度に狭まるぐらいの暑さで、もう歩いてるだけで死んじゃうんじゃないかってぐらいの暑さで今やってますので、ちょっと札幌に来て涼みながら、あいいなと思いながらちょっと今過ごさせていただいているところです。今日は、東京から20代の若者って言っていいですかね、20代の5名が来ています。5名とも2020年オリンピックパラリンピックに、いろいろな形で関わったメンバーで来ました。その時どんなことを感じたのか、何がその経験から今に生きているのか、そんな話を個人ベースに落としてお話ししていきたいなっていうふうに思っています。オリンピックパラリンピックについてさまざまな考え方皆さん持っているとは思いますが、個人が今どういうふうにあの経験を経て成長したのか、思いを持っているのかというところを皆さん温かい目で聞いていただければなと思っています。どうぞよろしくお願いします。それではまずは来た5名の、自己紹介含めてどういうことを感じて考えているのか、3分程度でピッチというふうな形で、ご説明させていただきたいと思います。それではまず私から説明させていただきます。私山本かな子と申します。現在26歳で東京都で普通に社会人をしています。学生時代は上智大学という都内の大学に通っていました。上智大学ではですね、大学で2018年オリンピックパラリンピックを契機に、そこに現地に学生を派遣して感じたこと考えたことを、2020年東京オリンピックパラリンピックに生かしてほしい、そんな人材を育てたいと大学が考えて学生を現地に派遣する、そのプロジェクトがありました。私はそのプロジェクトに参加させていただいて、現地に、ピョンチャンの現地に行ってパラリンピックを目で見ました。その時の写真がこれです。私が初めて国際大会を自分の目で見た、そんな経験です。この写真は、ピョンチャンのパラリンピックの開会式の時の写真なのですが、実は皆さん分かっていただけるか分かんないんですけど、目の周りが涙でいっぱいになっています。この時人生で初めて心が震える体験をしました。パラリンピックの開会式の会場なので、さまざまな国からいろんな人が来ていました。国籍、年齢、障害の有無、考え方、考えていること、宗教も、今までのバックグラウンドも全部違う人、そんな人たちが一つの会場に集まっていたんですけど、その中にいる誰かを嫌ったりとか誰かを排除しようっていう考えの人は本当に一人もいなくて、みんなで頑張ってる人を応援しようよ、みんなでこの大会を楽しもうよ、そんな空間がこの会場には広がっていました。私はその会場に入れることがすごい幸せだなと思ったとともに、この大会会場っていう特別の空間だけじゃなくて、日頃の日常であったり生活の中にもっとこういう居心地のいい空間が広がればいいのになというふうに、この大会の経験から考えるようになりました。ピョンチャンから帰ってきて、そんな空間を広げるために学生を巻き込んで活動しようと思い、上智大学に帰ってからはこの Go Beyond という団体を立ち上げました。学生というまだまだ若いメンバーですが、その学生が考える共生社会をみんなで考えてどんな活動ができるのかな、その活動を広げて共生社会の実現やってみようよという形で、現在は計200名のメンバーが、上智大学のメンバーが活動をしています。パラスポーツや被災地訪問、パラスポーツをもとに大学生のスポーツ競技大会を開いたり、さまざまな活動をしていました。私がオリンピック・パラリンピックに持っている意味というものは、人生に生きる目的を与えてくれた、こういうことです。私自身、大学生になった時も、何かこう目的を持って生きていったり、何かこれをしたいって思うものがあったわけではないんですけれども、オリンピック・パラリンピックに出会って、自分にも何かできることがあるんだ、自分にもこう求めたい場があるんだ、空間があるんだというふうに考えて、本当に人生に、私自身の人生に生きる目的を与えてくれたのがオリンピック・パラリンピックでした。現在もさまざまな、パラスポーツを行ったり、実際に仕事では、
ユニバーサルデザインを空間を作るという仕事を行いながら、このピョンチャンで出会ったこの経験が今の自分を自身を作ってくれているというふうに考えています。このような私ですが、本日このような話をしていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。では続きまして、日比さんにバトンタッチしたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて私の方からピッチを始めさせていただきたいと思います。今日は東京2020大会の現場からというタイトルで、少し自分の経験をお話しできればというふうに思っております。私は日比真希子と申します。現在修士課程におりますが、2018年から22年に大学のサークルで、オリンピック・パラリンピックに関わる活動を行ってきました。大会時に代表を務めておりました。また、その団体の活動のご縁で、2019年から21年に大会組織委員会の方に関わらせていただくことができました。こちらについてまた後ほど詳しくお話ししたいと思っております。私がオリンピック・パラリンピックに興味を持ったきっかけは、もともと小学生の頃から平和について考える、紛争地域の方の被災者の支援とかについて関心があったんですが、まあ、そんな中2008年にですね、北京オリンピックの開会式をテレビ越しに見た時に、世界中の人が行進して入ってきますよね。政治とか武力じゃなくて、スポーツでこんなにも一つになっている、でそれに国規模でみんな本気でここに集まるために来ているっていうことが、なんかすごく自分から見て、世界ってこうやって一つになるんだっていう例を見ることができた、そんなきっかけになりました。そこから、まあ、私はオリンピック・パラリンピックそのものが好きになりましたし、まあ、この開会式っていうところが、その後他の大会も見てみると、結構国ごとに大会ごとになんか違うんですよね、雰囲気が。それってオリンピック・パラリンピックの枠組み、まあ、競技をして大会を開会式やって閉会式やってっていう枠組みはあると思うんですが、じゃあそれを自分の国ではどういうふうにアレンジメントしようかっていうのは大会ごとに異なっていて、それが魅力かなというふうに思っています。まあ、そういったきっかけで私はオリンピック・パラリンピックそのもの、まあ、運営とかそういったところに関心を持ちまして、大学時代には大会 の, 2020年の招致が決まっておりましたので、大会公式イベントだったりとか、あるいはここに挙げているおもてなしボランティア、パラスポーツ体験会といった企画を一から作り上げるような活動をしておりました。まあ、いずれも地域の方にパラスポーツだったりおもてなしっていうところ、オリンピックをきっかけに何か私たちにできることはないんだろうかっていうところで、オリンピック・パラリンピックを盛り上げるっていうことはもちろん、その先の社会っていうところも見据えて活動を行っておりました。また自分はそのオリンピック・パラリンピックそのものに関心を持っていて、まあ、いろんなご縁があって大会の公式ボランティアに参加させていただくことができました。自分はもともと体育祭の実行委員とかもやりたいって手を挙げるタイプなんですけど、まあ、それがやりたいやりたいって言ってたら、こんな規模の大会の上に関われちゃったっていうところで、すごく貴重な経験を得ることができたなというふうに思っております。このようにもし自国で開催されて、で自分がまあその方に積極的に関わっていったら、もしかしたら本当に内側で自分が作り手として大会に関わることができるかもしれない、そんな可能性を持っているのがオリンピック・パラリンピックかなというふうに思っておりますし、自分自身学生時代にこういった活動ができたので、社会人だからこそできるっていうことではなくて、学生若者であってもこういった最前線で関わるきっかけをくれるっていうのが大会の魅力かなというふうに思っております。長くなりましたが以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。私も感じていたんですけど、やっぱり若者にすごいチャンスを与えてくれたなっていうふうに感じています。東京の時に私たちの世代みたいな子たちが一人ずつが輝いて活動できる場が本当にたくさんのところにあって、その中で輝いてた一人が日比さんです。ありがとうございます。ありがとうございました。では続いて竹春ちゃんです。よろしくお願いいたします。はじめまして、東洋大学社会学部の武田晴香と申します。今日は東京2020オリパラ前後の自分と最近関わっている活動についてお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。
2021年、オリパラが延期された1年後、私は大学1年生でした。高校2年生から始まったコロナ禍で、学校は突然休校になり、部活動は停止になったまま、最後の大会が中止になり、文化祭をはじめあらゆる行事がなくなりました。大学に入学しても、ひたすらパソコンと向き合うオンライン授業、孤独で不安な日々に加えて、憧れていた留学も全く見通しが立たないような状況でした。そんな中、7月23日、東京2020オリンピックが始まりました。高校生の時は、スポーツが好きで国際交流にも魅力を感じていたことと、一生に一度しかできない体験ができたり、つながりが生まれると思い、何かボランティアで関われたらと考えていました。私は千葉に住んでいて、地元には複数の競技と会長となった幕張メッセがありましたが、実際は関われる隙間はどこにもなく、アットとしてもものすごい倍率や専門性がなければ応募もできないものでした。しかしずっと家のテレビからその様子を見ていました。その時、とても久しぶりにスポーツの明るい話題がニュースに流れたことを覚えています。画面の向こう側に選手の方々の重圧に打ち勝ってベストを尽くして戦う姿、お互いの活動を称え合い喜びを共有する姿、どんな時も相手にリスペクトを示し応援の感謝を忘れない姿がありました。そしてその裏側、困難な状況でも前向きになれない心境の時も練習を怠らない姿が見えました。それからオリパラを目指して日々努力をされている選手のことを、できる限り近い位置から応援したい、支えられるような人になりたいと強く思うようになりました。そして今、私はその夢を叶える途中にいます。まず東京2020パラリンピックで女子は金メダル、男子は5位入賞にしたゴールボール日本代表、通称オリオンジャパンの選手と一緒に競技や選手の魅力を発信する取り組みをしています。活動内容としてはインスタグラムを運用し、競技の豆知識や大会の情報、選手のインタビューなどを投稿すること、また大学生が軸となる応援コミュニティの形成、そして気軽に参加できるゴールボールの体験イベントの企画などです。競技の認知度向上と合わせて視覚障害への理解も広めていきたいと考えています。次にパラリンピックの中でも人気の競技であり、東京パラでは銀メダルに獲得した車椅子バスケットボールに関わる活動です。車椅子スポーツクラブのマネージャー兼広報として、毎月の選手の練習会のサポート、大会や体験会イベントの運営、ポスターの作成やチーム SS の SNS の運用などをしています。活動する中でなかなかバリアフリーで競技用車椅子を使える施設を見つけられなかったり、なぜそのような活動をするのか厳しい口調で言われたり、自分の未熟さもあって思うようにいかないことが多くありました。それでも人生をかけて競技と向き合って日々技術向上に励んでいる選手の方々を少しでも支えられていることにとても充実感を感じています。これからは来年のパリオリンピックに向けて選手をサポートするとともに、応援の声を直接届けられる仕組み作りを作ることに頑張りたいと思っています。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。実際に現場で今活躍している竹春ちゃんなんですけども、今その現場から飛び越えて世界で頑張っているみのりちゃんから次お願いいたします。こんにちは、原みのりと申します。本日は私のオリンピックジャーニーを話します。オリンピックジャーニーとはオリンピアンがオリンピック競技大会に参加するまでの過程を指す言葉ではあるんですが、私は学生の立場でグローバルにオリンピックに参加してきたなと思っているので、そのオリンピックジャーニーをお話しします。改めまして、大学院でオリンピックについて研究している原みのりと申します。でオリンピックとはと言われてどのようなイメージを思い浮かべるでしょうか。私にとってオリンピックとは決して競技大会だけのことを指すのではなく、世界への扉でした。2013年、東京大会の招致が決定しました。
この時私はまだ高校生で、これからどこの大学に進学しようと悩んでいる段階ではあったんですが、そこでこの決定のこの興奮を見た時に、ぜひ私も関わりたいと思い、島根県から関東への上京進学を決めました。2018年ピョンチャンパラリンピックにを訪問しました。ここで私もパラリンピックの開会式を山本さんと同様見たんですが、やはり世界中の名前しか聞いたことなかったような国の人々が一緒になって過ごすこの一体となった空間を感じて、あ、これが国際交流を通じた平和の祭典なんだなというのを身をもって体感したと思いました。ここから私のオリンピックに関してより知りたいという興味が増していきました。実際にこの後大学3年時には国際オリンピックアカデミーというオリンピック教育と研究を担う機関で主催されている青年セッションに参加し、世界中から集まった若者とオリンピックについて2週間しっかり合宿形式で学びました。そこで感じたのは、スポーツだけでない教育、文化、環境というオリンピックムーブメントの要素を通してオリンピックをより実感することができました。また大学4年時にローザンヌのユースオリンピックで公式ボランティアをした際には、ボランティアでありつつもアスリート、スタッフ、みんなが交流する場が用意されていて、オリンピックが開催されたら異なる人々と場の交流が生まれるということを実感しました。こういった経験を通してさらにオリンピックについて知りたいと思い、現在は国際オリンピックアカデミーが主催する修士号プログラムで世界から集まった豊かな仲間たちと一緒に勉強しています。このことから改めまして、私にとってはオリンピックは世界の扉であり、多くの人にとって新しい世界へのきっかけになるのではないでしょうか。いろんな異なる立場、国、背景、ジェンダーの方が集まった交流があり、そしてそこで行われる交流の要素としましては、スポーツだけではなく文化、環境、教育、食事も全ての要素が含まれて開催されています。こういったいろんな要素が複合的になったオリンピックでは、多くの人が新しい世界に気づくことができるのではないかと私は信じています。ありがとうございました。様々な教育まで勉強して今活動して、すごいみのりちゃん本当にすごいです。で、次鈴木さんお願いします。皆さんこんにちは。話を始めていきたいと思います。鈴木のりひこと言います。僕からはオリンピックと文化について焦点を当てた話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。NPO 法人折り紙という団体で理事長をしています鈴木のりひこと申します。折り紙とはオリンピック・パラリンピックに学生みんなで関わるために作った団体です。2014年に立ち上げて、オリンピック終わった後もそのレガシーに向け、今584名の仲間たちと一緒に活動しています。そもそもオリンピックに関わることはどういうことなのか。公式ボランティアの募集枠は8万人、それに対して申し込んだ人数は204,680人でした。オリンピックは関わりたくても関わりにくいものだというふうに思いました。10万人以上の人が何かしたいのにできない、こういう状況に対して、ないんだったら作ればいい、学生が軸となって一人でも多くの人が関われるオリンピック・パラリンピックを作る、こんなミッションのため活動を始めました。オリンピックとは先ほどの原さんからの話にもあったように平和の祭典です。そしてこの平和の祭典はスポーツだけではなく文化という要素もあります。芸術競技から芸術展示、そして文化プログラムへと流れていく、このオリンピックに対して文化という視点から平和を目指していくような、そういった機会を活用していこうということで、本日は2つの取り組みをご紹介したいと思います。1つ目が上野晴れの日計画という取り組みなんですけれども、この取り組み実は上野の夏祭りというものはオリンピック前まで非常に衰退してしまっていました。これが夏祭り当日の写真なんですけれども、この衰退の原因は山と町の分断です。芸術大学等がある山側と商店街になる町側、そして町側の中でもさまざまな商店街の中でいろいろな事情がありました。そんな中で学生、一人の学生が大学休学してこの中に飛び込んでいって、オリンピック・パラリンピックが開催される夏に
文化芸術の総本山の一つである上野で夏祭りがないのはまずいだろうということで、盆踊り大会を半世紀ぶりに復活させるというイベントを行いました。2021年には残念ながらオンラインでの開催になってしまったんですが、これがオリンピックの公式の文化プログラムに認定されて、そして先月ですね、開催したんですけど、左側が、もう4年前の夏祭りの様子、右側が、先月の夏祭りの様子ということで、オリンピック・パラリンピックをきっかけに誰もが楽しめる夏祭りを上野に取り戻すんだということで、3万人の人々が集まる夏祭りを開催しました。もう一つ、アースライトプロジェクトについてご紹介します。これは炎を宇宙に打ち上げようというイベントなんですけれども、きっかけはオリンピック聖火です。もともと聖火リレーというのは国境を越えて世界を走るような取り組みだったんですが、それがある時から、国の中だけを走るというルールに変わってしまいました。国境を越えるから平和であるという、それがオリンピック聖火だったんですけれども、これをどうにかして何か取り戻せないかということを考えて、そのときに宇宙飛行士森守さんの言葉で、宇宙から国境線が見えなかったという言葉を思い出し、そうかと、国境線のない世界に炎を持っていっちゃえばいいんだということで、このアースライトプロジェクトをやろうということで、宇宙飛行士やオリンピック選手、パラリンピック選手に応援メッセージくださいと言って、走り回ってですね、クラウドファンディングでお金を集めて、学生、当時コロナで何もできなくなっちゃった学生が日本中にいたので、みんなの夢にしていこうということで、278名30団体の連合プロジェクトとして実施しました。そうして達成した映像がこちらなんですけど、炎の点灯には失敗をしてしまったんですね。で、東京2020、それでもとっても美しい映像が撮れたということで、聖火リレーで、流していただくということができて、僕はオリンピックの聖火ランナーになりました。でもこれでも諦められないということで、これが、オリパラ終わった後にリベンジだということで、もうはやオリンピック関係ないんですけど、点灯した炎の映像になります。今年、アゼルバイジャンで、国際学会で発表してきます。で、こんな取り組みをしていくうちに、国連の方から講演をいただきまして、宮城さんという方と一緒に対談するようなイベントを行ったりですとか、世界に向けて平和の輪を広げていこうということで、面白そうというふうな感情から日本のボランティアを変えていくような、そんな取り組みをしていこうということで活動しています。以上です。ありがとうございます。5人の今ピッチを聞いていただいたんですけど、ここからは、トークショーという形で、今の話を聞いていただいた札幌の方々にその話の感想であったり、自分自身の活動と掛け合わせてお話をしていただきたいというふうに思っています。それではよろしくお願いします。じゃあここからは、はい、ということで、ここからはトークショーの方に移っていきたいというふうに思っております。で、15時となっていますが、途中で、多分皆さんともぜひお話をしたいなと思ってやってきておりますので、大体、2時半ぐらいにですね、一旦一区切りを置いて、会場の方々と交流するような時間を、設けていきたいというふうに思っております。トークショーなんですけれども、ここまで、東京2020で活動してきた、さまざまな、当時の学生たちの、取り組みを、ピッチ形式で、発表してきました。で、その中でも特に重要、重きを置いていたポイントというのが、オリンピック・パラリンピックの体験、このオリンピック・パラリンピックとの全体は何かっていうと、ちょっと話が難しくなってしまうんですが、個人が何を体験できるのか、個人がそれをどう活躍していけるのかという視点で、一度考えてみようと、そういうふうなところを、考えていくために、本日このような会を設置させていただきました。ということでですね、東京側からの話だけだと、なかなかこう札幌でじゃあどうしていけばいいのかっていうところが見えにくくなってくるところがあると思うので、本日は札幌の方でですね、現地で活動されているお二方にお越しいただきまして、本日のピッチの内容を少し深掘りしていきたいというふうに思っております。ということで、お二人にぜひ自己紹介と、それからどのようなご活動をされているのか、ここについてを簡単にお話をしていただきたいと思うんですが、まずは牧野さんの方からお願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、皆さんこんにちは。ユニバーサルデザイン有限会社観光房の牧野純子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私はですね、26年前に自分で一生懸命お金を貯めて、建築士でもありますので建築デザインの会社を設立いたしました。ところがですね、
ちょっと前行った。はい、ところがですね、平成17年北海道インテリアコーディネーター協会の会長をしているときに脊髄の進行性の難病を発症しまして、わずか1年で車椅子の障害者になりました。もう落ち込んで落ち込んで、もう自分がダメな人間になってしまったような気がして、何も考えられない時があったんですけれども、いろいろな経験を経て、車椅子の私だからできることあるんじゃないか、でこのね、障害を持った私だから分かったことたくさんあるんですよね。自分障害になる、障害を持つまでは札幌の街の中も不便を感じたことほとんどなかったんです。エレベーターなんかどこにあるのか、そのこと私にも必要ないことだったんですけれども、移動するにはエレベーターがないと車椅子では無理なんですね。その例えばこの地下歩行空間のここの場所に来るにも、エレベーターどこにあるんだろうってね、調べながら今日も来ましたけれども、まあそんなことで、私が今やっていることは障害の私、障害のある私だから気がついたこと、見えるものを街づくりに生かしたい、それでハード面、建築士としてのハード面のことももちろんですけれども、あと心のバリアフリー、ハードがいくら設備整っても 100% 完璧なバリアフリーってありえないですよね。それはみんな求めてるもの、それからできることできないことが違うからなんですね。そんなことで心のバリアフリーも子どもたちに対して、普及して知ってもらう、まあ、最後に一つ、最後っていうか一つね、私小学校の福祉事業に行くと子どもたちに障害のある人どう思うって聞くんですね。どんなイメージって聞くと、みんなかわいそうって言うんです。障害のある人かわいそうだからなんかしてあげなければいけない、そう言ってくれるんですけど、もうパラのスポーツ選手見てもかわいそうじゃないですよね、かっこいいですよね。だからいろんな誤解や偏見をなくして、いろんなことを知っていただきたい、そんなふうに思って、そんなお仕事活動をしております。長くなってすいません。ありがとうございます。ありがとうございます。山本さん、これ今パラの話がいろいろ出てきてましたけど、話を聞いて何か感想というか何かあります？その最後に出てきたかわいそうっていう言葉ですけど、恥ずかしながら私もこのパラの世界に関わるまではかわいそうっていうイメージがやっぱりありました。多分同じように小学生の時に座ってたら同じ感想を言ってたかなって思います。でも今私このオリンピック・パラリンピックに関わって、その世界で少し生きるようになってからは、かわいそうというか私の方がかわいそうな時いっぱいあるし、なんかもっともっとなんか輝いててかっこよくて魅力的でっていう、なんかプラスのワードがすごい今出てくるようになっていて、これからこういうオリンピック・パラリンピックにいろんな人が触れていく中で、小学校幼い子たちも障害者のことどう思うって聞いたら、なんか少しでもプラスな言葉が出てくると、あ、社会も変わってきたんだなって思うきっかけ、そういう瞬間になるのかなっていうふうに思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続きまして、毛利さんからもぜひ自己紹介とご活動についてを伺ってもよろしいでしょうか。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。まあそういう感じじゃないと思うんですけど毛利仁と申します。僕は、ここに書いてある札幌市まちづくり若者実行委員会っていうところに、所属してたんですけれども、まあ、任期を終えて、代表という場を退いて、で現在はですね、株式会社マーゼナイっていう、主にメディア運用とか、ウェブメディアとか SNS とかそういったところの、活動をしております。まあ、ちなみにあと一応大学生ではあるので、北海道教育大学の学生でもあります。でちょっと具体的な、活動の説明をさせていただきますと、まあ、僕が今そのマーゼナイという会社で、していることは、まあ、ウェブメディアと SNS 運用、この2つあるんですけれども、この SNS 運用のところを、主にしております。で SNS で言えば僕が担当していることは TikTok と YouTube と Instagram っていう、なんか横文字しか分かんないようなそんな SNS ですけれども、この3つを担当しております。でまあ、半年ぐらいですかね、最近できた会社なので、まあ、半年ぐらい運用させていただいているんですけれども、まあ、TikTok の方では3つぐらい、まあ、ちゃんと1万人フォロワー超えながら、活動させていただいたりとか、あとは YouTube ですと、まあ、1万人とか、
インスタグラムですと、まあ、1万弱が1つと、もう1つが4000弱みたいな感じで、まあ、ちょっとずつちょっとずつやっぱ形にしていって、皆さんのこれ札幌だとか北海道の企業さん、地方自治体さん、そして、市民の皆さんにこう貢献できるような活動をしております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、実は僕あのアースライトプロジェクトでめちゃめちゃ SNS 頑張んなきゃと思ってすごい一生懸命あのもう何十人とかでみんなで SNS 頑張ったんですけど、まあ何百人かぐらいで終わっちゃったんですけど、いやこれからなんです。1000人ぐらい止まっちゃって1万人って本当にすごいなと思って、なんかどういうところがなんか ポイント何を意識されて、その、まあ、もちろん、技術的なところもそうですし、はい、こういう思いでみたいなところもそうだと思うので、うん、まあ、そういったその、ご活動の、もう少し一歩何かあったらと思ったんですけれども、あ、いやでもなんか SNS に限らずやる気じゃないですかね。なんかそれこそ僕もなんかあの最初めっちゃ全然伸びなかったんですよ。特に YouTube に関しても全然伸びなくて、これやべえなみたいな、これやべえけどちょっとこれ頑張ってみようかみたいな、あのもっともっとちゃんと長期的にあの視点で長期的な視点で運用してみようと思ったらいきなりグワーってもう数が伸びてって、そんな伸び方するんだみたいな、でいろんな方々からコメントもらったりしたので、やっぱり長期的にやっぱり運用していく継続力みたいなところですね。そこはやっぱりなんか SNS だけじゃなくて、まあ、多分スポーツも芸術もなんかそういったところはあるかなと思います。いや、ありがとうございます。ちょっと僕はもう一歩根性が足んなかったんだなということをお話を聞きながら、いやいやいや、ま、これからですね、これからです、ね、これからということで、これからこれから全然これからです、はい、ありがとうございます。はい、はい、というところで、こういったメンバーで、先ほどのピッチにも時々話を戻しながら、話を展開していきたいと思うんですが、改めて、2人に、お聞きしたいなと思うのが、まあ、5人もピッチしたので、ちょっとこうご感想というか、どんな、ところが、特に誰の話が印象に残っているとか、そういったところをぜひいただきたいと思うんですけれども、まずは牧野さんからいただいてもよろしいでしょうか。はい、私はあの皆さん全部のお話が印象に残りましたね。で、共通して感じたのが、皆さんなんか今ねやる気が大事っていうお話をしてましたけれども、何かやりたいとかやろうと思って心の中でやりたいやりたいと思ってるんじゃなくて、実際行動に移してもういろんなところに出てってね、皆さん活動してらっしゃいますよね。そこがすごいなと思いました。やはりあの街づくりにしても、私たちってあの一緒にしちゃいけないですね、私みたいにもうある程度の年齢に来てるともうできることも限られてくるんですが、若い方のパワーね、パワーとアイデアと行動力っていうのがこれからの街づくりには本当に必要だなって思っています。で、街づくりも急には変わらないですよね。だから時間がかかりますので、そういうことも含めてこれからあの若い方たちにぜひ期待してフォアワーを発揮していただきたいって思いました。それとあとボランティアのお話をしてましたけれども、ボランティアってやっぱりね、先ほどあのやりたいけどやれないっていうねお話出てましたよね。で、私それちょっとびっくりしまして、ボランティアやりたい人ってそんなにたくさんいたんだって。なかなかボランティアさんいろんな街づくりの中の関わりの中でも継続しないって、もう若い人たちがなかなか参加してくれないっていうねお話を聞いてたので、あ、こんなにたくさんあのやりたい人がいたんだって、その発掘って言ったらそうですけれどもね、そういう人たちをどのようにして発揮してもらってあの生かしていけるのかとか、それももっともっと教えてほしいなっていうふうに感じました。ありがとうございます。そうですね、ちなみに少し伺ってみたいんですけれども、その街づくりの活動に若者が結構参加しているなと思えるようなそういうシーンって結構ありますか、それともなかなかないですか。ですね、例えば街づくりのね、そのイベントやなんかはやはりあの学生さんが参加したり企画したりしているものたくさんありますよね。だけど昔からやっている例えば街の中の花のなんて言うんでしょうね、お手入れとか街路樹のお手入れであるとか、そういうことをやっぱり継続してやっているのはやっぱり高齢の方たちが多くて後継者がいないって、若い人たちがあのなかなか参加してくれない、町内の活動とかもそうですよね、自治会の活動なんかもやっぱりあの若い人がいない、
みんな高齢化してしまってるっていう実態を聞いていましたので、あの年齢に関係なくいろんな人たちが関われる、学生だけっていうんじゃなくていろんな年代の人、多様な人が関わっていけるようなそういう仕掛け作り、あのしてほしいなっていうふうに、あの若い方たちにアイデアを出していただいて、これからたくさん増やしてほしいと思いました。ありがとうございます、はい、あの今多世代っていうキーワードが出たので、ちょっとぜひピッチしている人たちにも聞いてみたいんですけど、これ若者だけの活動だったのか、それとも結構あの多世代でやってるようなケースだったのかでいくと、まず山本さんどうですか。若者がそのボランティアっていうところだったんですけど、そのオリンピックパラリンピックの時に結構ボランティアの募集の説明会を大学で行っていたりしたんですね。なのでそういう意味ではボランティアっていうワードがこう大学生とか学生に届きやすかったっていう面では、今回こんな感じで20代のメンバーが今も続けているようなきっかけを作ってくれたのは、そういう場所として大学っていうのがあったからかなっていうふうに思っています。でそこからこうボランティアでそれこそいろんな世代の人たちと関わって、そこから輪が広がってっていう感じになったので、そういうボランティアの説明会が大学で行われたっていうのは私はすごい良かったのかなっていうふうに思っています。回答になってますか。大丈夫です。あのちなみにこう大学に声がかかることによって、大学生という人たちがつまり地域に出ていくっていう、そういう動線ができたっていうことじゃないですか。その地域に出ていった結果、結構地域の人たちと一緒にやれてたのか、それともなんかそこがうまくいかなかったのかでいくとどうですか。そうですね、地域に出ていって多世代の人とじゃあすごい関わったのかって言われたら、まあ、実際そうではなくて、学生は学生、世代の上の方は世代の上の方で、ずっとボランティアをやってる方はその方々とこう高め合って、あんまりこう新しい人をじゃあ受け入れようってする体制が整ってるかって言われたら、ちょっとまあ新参者はちょっとみたいな感じのところもやっぱりなくは なかったので、まあ、そこはもうそれこそ共生社会じゃないですけど、みんなを受け入れようよっていう気持ち、さっきおっしゃっていただいたもうやる気なのかなっていうふうには思いますね。じゃあちょっとあの控えの方にいる3人にもちょっと聞いてみたいんですけど、あの今多世代がキーワードになってて、オリンピックっていうのはおそらくそのあの若者たちが何かやってみたくなるっていう、そういうパワーを持ちうるっていうところが今1個ポイントになったと。だけどじゃあいざやる気になって出て行ってみても、結局交わらなくて分断しちゃうんじゃないかみたいな話があったと思うんですけど、これ別に無理にポジティブにしなくてもいいので、肌感覚としてそのあたりについて3人がどう思うか聞いてみたいんですけど、原さんどうですか。あ、なるほど。まず一つ目にこの若者のエネルギーがってところがあったんですが、世界に出たりとかオリンピックの場ですと大人もエネルギーがあるなというふうに思います。あの決して若者だけじゃないですね。あのボランティアは特に下は本当ローザンヌの時は高校生も参加ができて、多分札幌東京の時は大学生以上だったんですが、こう下はそういった10代から上はもう本当50代60代もう定年退職後で、ただみんな同じ立場で一緒に活動するんですね。なので世代を超えて友達になって一緒にあのスポーツ観戦に行ったりとかしました。なのでまたあの修士号のプログラムでも50代の学生から私20代の学生までいますので、もうやる気はみんなある人はあるだなと思います。でそういった方々と衝突すること、意見の違いであったりとかっていうのはもちろんあるとは思うんですが、私はそれは場面によるもののそんなに問題ではないと思っていて、大切なのは話してみて伝えることだなと思っています。こう根気強く自分の意見を伝えていれば、たとえ分かり合えなかったとしても活動すること自体を潰されるじゃないですが、ひどいことにはならないんじゃないかなと、ちゃんと伝えてこうやる過程では大丈夫なんじゃないのかなというふうに私は今まで感じてきました。ありがとうございます。あのつまりなんとなく変な遠慮があって、お互いにお互いの中では盛り上がってるんだけど、うまく交わってないよなみたいな、そんな感じの話ってことですよね。特に日本の中だとそういうところがあるんじゃないかというところだと思うんですけど、はい、伝える、うん、で大人の方のエネルギーも受け取るじゃないですけど、うん、一緒に交換していけばいいんじゃないのかなと思います、うん、大事なポイントですね。次日比さんもちょっといいですか。はい、ありがとうございます。私2点お話ししたいなと思って、1点目があの公式のボランティアの時のエピソードなんですけれども、あの自分がまさに担当していたところで50代半ばのもうあのよくよく聞いたらあのすごい
あのかの有名な大企業ですかっていう方の役員みたいな、あの学生生活をしているうちには絶対に出会えないような方と同じセクションになって、でたまたまその場では私の方がそのボランティアの経験が多かったので私が指示出しをするみたいなとか、まあ、あの何かこれをやってください、皆さんで協力してこれやってほしいんですけどって上の方から言われた時に、じゃあ皆さんどうしましょうかっていうことを、まあ、そういう、まあ、経歴の方もその場ではお互いじゃあどうしましょうって、別にそれやったこともないし初心者だし一緒にアイデア出しながらやりましょうっていうような、なんかバックグラウンドは違うんだけどその場では同じスタートラインに立っているっていう経験をして、それが本当にまさに多世代でなんか同じことを一緒に協力してやるっていうのが、わあ学生生活大学の授業なんかでは絶対ない経験だよなと思って、そういう機会を与えてくれたきっかけだったかなというふうにもまず思います。それからのさっき活動紹介させていただいた時に、あのおもてなしボランティアっていうものがあって、あれあの品川駅であの外国人の観光客の方にあの電車の乗り方とか切符の買い方っていうのを案内するボランティアだったんですけども、そうやってあの街中でボランティアをやるっていうのはすごく意味があるかなっていうふうに思っていて、よくそのパラスポーツとか大会スポーツ大会の運営のボランティアってそこに興味持って来た人にしか見てもらえない、伝わらないっていう、まあ、すごくクローズドなあのボランティアの側面があるかなっていうふうに思うんですけど、街中に出て行ってその場でお声掛けしてボランティアをするっていうのが、あの外国人観光客のそのボランティアおもてなしされる側の人にとってはもちろんなんですけれども、その場で遭遇した方にも影響を与えることができたんじゃないかなと、あのスキルとか関係なくおもてなししようっていう気持ちで行動すれば誰かの役に立てるかもしれないっていう、その本当にボランティアの精神の根っこの部分っていうのを街中であのやるっていうところが、あの実際自分がそこで経験できたわけではないですけど、そういう多世代とか今までボランティアしてこなかった、したことがなかった方に何かきっかけとなって伝わってればいいなと思いながら活動した経験があります。ありがとうございます。今のお話から結構学べるなと思うところが、結構こうボランティアっていう世界の中では日常の権力構造からちょっと外れるというか、つまりどっかのすごい偉い役職の人ですとか立場の上の人でもボランティアって世界に行くと同じになろうっていう、これが良しとされるようなカルチャーがボランティアの中にはあるので、問題はその場に若者が行くのか、あとはボランティアの中にそういうカルチャーができているのかっていう、そこが問題なんだけれども、なんかそういうところの現場を目の当たりにしましたって、そういう話したかなというふうに思いました。じゃあ最後ちょっと竹春もいいですか。私が所属しているスポーツクラブではやっぱり運営もボランティアも大学生高校生が中心なんですけれど、その世代がなんか楽しそうにパラスポーツをやってる、わちゃわちゃ運営をしていると、小さい子から、まあ、少し上の年代の方まで興味を持って、ちょっと競技用車椅子乗ってみよう、10分だけミニゲームをしてみようみたいな感じで、なんかパラスポーツを多世代をつなげるツールとして使っている感覚があります。ありがとうございます。やはりその多世代だからこそ、こういろんな年代ごとに得意なことが少し違うっていうふうなところもあるから、どこで活躍できるかも違うんだと、そういう技術的なところとは言っても、どっちが偉いかとかっていうことは関係があるわけでもなく、遠慮せずにお互いにコミュニケーションしてると、かなり複雑な内容がこうぶち込まれてる感じがあるなと思うんですけど、ちょっとモーリーさんにもちょっと振ってみたいんですけど、今の話を聞いて若者が地域に出ていくにはっていう、その機会としてオリンピックって一個あるかもしれなくて、そこがうまくレガシーになっていくといいよねみたいな話が今あったと思うんですけど、まあ、実際札幌の若者としてその街づくりに関わってみると、まあ、どうい う, こう感覚というか、参加街づくり入りやすいなとか入りにくいなとか、そういうのあったりしますか。ありがとうございます。私はですね、それをさっきご紹介させていただいた若者まちづくり実行委員会に半年から1年ほど所属させていただいて代表をしたんですけれども、皆さん今日初めてお会いしたんですよ。やっぱりこのまちづくりとか、まあ、パラリンピックオリンピックに対するやっぱ熱意とか解像度っていうものがやっぱ北海道の大学生というか若者とやっぱり格段的に違うわけですよ。要するにやっぱ街づくりっていう考え方っていうのは北海道は若者はまだまだ浅いかなと、正直言うと街づくりって街作ればいいんでしょうみたいな、なんかアプリゲームアプリじゃないんだしみたいなもっともっとソフト面もあるよみたいなところを知らないけど、まあ、皆さんはこういうソフトイベントだとか
まちづくりってこうなんだよっていう会を知ってるけれども、やっぱり札幌の人は知らないっていうことが現状なので、まず札幌の地域でその大学生とか若者の方々がまずまちづくりってなんだろうっていうところからスタートするのがやっぱり一番いいのかなと思ってます。ありがとうございます。一応僕日本中あちこちの地域のまちづくりのコーディネーターみたいなのも実はやったりしてて、若者がどうやったら地域に入れるのかって実は結構、うん、ドンピシャで仕事でやってまして、でその中でこの前高校生から教えてもらったキーワードが、企画をするか運営をするかは全然違うんだって話があって、私は企画をしたいんだって話があるんですね。でも高校生や大学生がまちづくりの中で企画できる部分ってあんまりなくて、結局運営になっちゃうんだと。そうすると自分で作った感覚がなくなってっちゃって、なんかあんまりこう、うまく入りきれないんだって、そんなことを高校生が言ってたんですよ。で実際その地域の大人に聞いてみると、高校生が実行委員会にいることはなくてボランティアで当事することはあるっていう、ここをどうしていくのかっていう話なんですが、今日ここにいる5人の、東京サイドの若者は割とこう企画側にいたっていうところが一個こうかなり大きな思い出になる、その後も関わっていこうっていう、そういった思い入れになっていくっていう、まあ、そういうきっかけになったのかなっていうのがあるなと思うんですけど、問題は企画をしたいと思えるようなもの、何を呼び水にして企画したいと思えるようなものを持ってくるのかっていうふうな話で、まあ、ここの場合だと今オリンピックっていうところは一個その、一つのヒントになっているかなというふうには思うんですけれども、まあ、そういうふうなところがあるのかなということを思いました。あともう一個あるのが、ちょっと今の話もちょっと関連してくるんですけど、こう輪の中にお互いに入り合うっていうことは結構大事で、大人の活動の中に若者を入れようとすると大体うまくいかなくて、なんか参加してちょっと楽しいとか、うまく場をどうにか作ろうとするんだけど結局2回目来ないみたいになって、結局若者は継続力がないねっていう言葉が大体こう鉄板のように使われまくるんですけど、若者が継続力がないのではなくて、単に大人の輪の中に若者を入れるっていうところだけになっちゃうとそうなっちゃう。でも若者の輪の中に大人が入ってくるっていうところも起こってくると、だんだんこう一緒にお互いに活動していこうってことが生まれてくるっていう、まあ、これは結構まちづくりとか若者のまちづくりに参加がすごい大事かなってことをちょっと思ったりしてて、その後ちょっと毛利さんがぜひまちづくりの中に企画者として入っていくっていうところがちょっと出てくると面白いなってことを今話聞きながら思いましたけど、ちなみにその企画側に回るみたいな体験とは結構あったりしますか？あ、それこそ、若者まちづくり実行委員会では計3回イベントを打ったんですよね。まあ、それもターゲットは同じ同世代の方向けに打たせていただいたりとか、そういう企画の部分はさせていただきましたね。これだけの大きな規模の取り組みをどうやって考えていけばいいのかっていう、その企画側に一回回ってみる。でそれで結局承知するかしないかとか、うまくいくかいかないか置いておいて、そこに企てる側に一回混ざってみて、一回考えてみるっていう経験が、こういう街づくりの新しい主人公を生み出していくっていう、そんなことが起こるのかなってお話を聞きながら思いました。まあ、ちょっと僕の解説が長くなっちゃいましたが、最後の、質問に進んでいきたいと思うんですけれども、今日結構話の流れとしてオリンピックっていうものでできることって もはやスポーツ関係なくて、街づくりのいろんな話が、今日展開されてて、その一個の、シンボルみたいなところにオリンピックがあるっていう風な話になってたと思うんですけれども、そのオリンピックっていう、ものに関わっていくっていう風なところも、まあ一個ありつつ、結構こう今日のピッチやこのトークを通して、ちょっと自分の活動にこうやって生きていくんじゃないかとか、あるいはオリンピックとこう向き合っていったら面白いかもしれないっていう、それぞれのご活動の立場から、まあ、そういうヒントがもしあったら、伺いたいなというふうに思うんですけれども、牧野さん、まずいかがでしょうか？はい、私の目指しているものっていうか、日々の活動ですね。やはり共生社会の実現、まあ、そういうふうに言うとね、漠然としてるんですけれども、障害があるなし関係なく、やはり住みやすい街を作っていく、それが一つの 目標でもあるんですが、私の知っている例でね、私も建築の方のお仕事をしていて、子どもさんが交通事故に遭われて、そして車椅子の生活になってしまって、外にもう目が向けられなくなってる。で外に出ていくのも嫌だし、人に見られるのも嫌だって、親御さんもそういう息子の姿を近所の人に見られたくない。それを聞いた時にね、やはり障害のある人が自由にね出ていける環境じゃないと、まちづくり、本当の意味でのまちづくりではないなって思うんですね。でそのためにはやはり誤解であるとか偏見をなくすとか、そういう差別をしないとか、どんな人でも命の重たさと同じですよね。それを認めあるような、そういう優しい環境を作っていかなくてはいけないと思うんですけれども、
オリンピック、パラリンピック、それになんかパッとその表面にそれだけに目がいってしまうと、そんなものをお金かけて何でする必要があるんだって思う方もたくさんいらっしゃると思うんですよね。でもオリンピックをする、パラリンピックを開催することによって街の中がどういうふうに作られていかなければいけないかっていうことを真剣にみんな考えると思うんですね。ただ街を良くしよう、街の環境を整えようって言っても漠然としてて、それはいろんな人が住みやすいようにすればいいとか、そういう観点で考えるんでしょうけれども、例えば除雪の問題にしても、もうそんなオリンピックパラリンピックなんかやってなくていいから除雪にお金を回せとかね、そういう意見もよく聞きます。でも除雪がちゃんとされないところでオリンピックパラリンピックできるわけないじゃないですか。だから裏に秘めてるものっていうか、そのためにはどういうものをどういうふうにしていかなきゃならないか、海外の方が来た時にどういうふうに対応していくのか、そういうどんな国籍関係なくね、多様な人たちが、来た時にどういう対応ができるのかとかね、いろんなことを考えながら街づくりしていく必要がありますし、障害者がまず出ていける環境ということはどんな人にでも優しい環境なわけですよね。で今若者がたくさんいらっしゃいますけれども、多分ね、自分たちの体が不自由になるとか病気になるとか衰えた時のことって今多分考えられないと思うんですね。私も多分そうだったので、若い時はそんなこと考えなかったんですけれども、今2040年には札幌市高齢者率が4割になるって言われてますよね。で高齢者っていうのはやはり7割が何らかの身体障害を持ってるっていう時代なんですよ。だから街の中のバリアをなくすとか、あと人の心のバリアフリーが不可欠になってくる。だからオリンピックパラリンピックだけじゃなくて、その裏にあるもの、それもじっくり広い視野で見ていただきたいなって思っています。以上です。ありがとうございます。ちょっとこれ山本さんの方に少し戻したいんですけど、今の話って結構オリンピックパラリンピックによってこうバリアフリーが進んでいくっていう風な話があったと思ってて、で結構今日の話の方にかなり寄せていただいて、企画をするというか企てるというか、街をどう設計していくのかっていうところの話を結構やって、今最後お話をいただいたと思うんですけど、僕もう一個同じぐらい大事なものがやっぱりつながり作りだと思ってて、つまり障害者と健常者が一緒にどこに行きたいかという時に、一緒に行く仲間がどれくらいいるかっていう問題があると思うんですよね。だからそもそも外に行く動機があるかっていうところに結構ポイントがある気がしてて、結構そういうこう健常者と障害者がパラスポーツを通じてつながって一緒に外出に行くとか、そういうふうな場って結構札幌でも結構パラスポーツの活動してると思うんですけど、そういう交流って結構増えてるかとか、そのあたりのエピソードとかあったりしますか？はい、私ちょっと札幌の車椅子の子どもたちと一緒に遊ぶ活動とかもしているんですけれども、活動が増えているかどうかって言われると、札幌北海道で頑張ろうってしてくださっている方々がすごいエネルギッシュな方々がいるのは事実です。で増えてるかどうか増えるかどうかは、もうオリンピックパラリンピックが開催されたら東京も開催される前と後だと絶対に増えていると思うので、ここがきっかけなんじゃないかな、その数として増えるかどうかがみんなが見えるぐらいの数になるには、そのきっかけがオリンピックパラリンピックっていうのがあれば分かってくるんじゃないかなとは思います。まあ、少なくともパラリンピックをきっかけにパラスポーツを支援しようという団体は格段に東京では増えましたよね。だからそのパラスポーツを支援しようっていう団体がものすごく増えたということは、今までつながっていなかったつながりが新たにいくつかできたということが少なくともあって、じゃあこれはパラリンピックがないと本当にできないのかと言われるとちょっと確かに分かんない。でもじゃあ少なくともパラリンピックによってパラリンピックがなくてもできることって何なのかっていうことを考えること自体が、実はこう街を作っていくっていうことになるかもしれなくて、オリンピックというちょっと大きな主語に惑わされて反対賛成っていう前に、一体これ何を実現しようとしているのか、本当に必要なのかってことを考えること自体が実は街づくりにつながっていくかもしれないなってことは、ちょっと今の話を聞いて少し思ったりしました。でじゃあ次最後に毛利さんにちょっと話を振ってみたいんですけれども、そういったオリンピックパラリンピック、まあ、あるいは今日の話を通して自分の活動にどういうものがいきそうかみたいなところについて伺ってみてもよろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。まずは結論から言わせていただきますと、
僕は札幌でオリンピック・パラリンピック開催したいです開催したいです。で、まあ、開催したいんですけれども、まあ、僕の領域が、まあ、SNS とかそういったプロモーションなんですよね。で、そういった時にやっぱり賛成反対みたいなのが、まあ、皆さん分かる通り、まあ、反対の声とかが多かったりすると思うんですよ。まあ、それはもちろん何をやるに対しても批判っていうものはつきものですよね。批判というか反対意見というのはつきもので、それはなぜなら行動を起こしているから反対意見とか、起きるわけですよね。けどそれはなぜ反対意見が起きているかっていうと、やっぱりオリンピック・パラリンピックに対して興味があるからっていうことと、まあ、そもそも住んでる街に対して興味があるからってことですよね。その点で言うと、まあ、若者に関しては多分興味がないんですよね。住んでる街にあまり興味がない、オリンピック・パラリンピックに対してあまり興味がないっていう方が、まあ、現状多いわけです。だから、まあ、ちょっと見ていただいても分かる通り、やっぱ若者パーってここの地下歩行空間を通っていっちゃうわけですよ。このイベントをしてるにもかかわらず、やっぱり若者っていうのはパーってこう通り過ぎちゃうわけ。じゃあこれをどうすればいいのか。興味ないっていう層をオリンピック・パラリンピック、そして札幌に対して興味がないって思っている層を、じゃあどうやったらまずは興味を持たせるか、オリンピック・パラリンピックこうやって活動してる人をどうやって興味持たせるかみたいな、どうやって広めるか、あとは選手、オリンピックの選手とかパラリンピックの選手とかどういう方がいるのかとか、まあ、そういったところを、まあ、僕らはどんどんやっぱプロモーションというかしっかり知らせていく、まあ、メディアとして広告としてしっかり知らせていくっていうところが、まあ、僕のできることかなと思っているので、まあ、牧野さんとか、皆さんは街づくりとかそういったところの観点からの多分アプローチだと思うんですけど、僕はどっちかというとやっぱりちゃんと知らせる、ちゃんとこれはこうだよってことをやっぱ伝えるというところのやっぱ専門領域で、まあ、ちょっとやっていきたいなと思います。ありがとうございます。やっぱりこう若者がオリンピック・パラリンピックに関わるっていうのは、僕は結構いろんなチャンスがあると思ってて、これはもちろん賛成だけじゃなくて別に いいと思うんですよ。議論されることが大事ってことですよね。でそれを意味で言うと、今確かに大人、まあ、つまり若者20代30代よりも上の世代というのは確かに反対意見をおっしゃってる方も結構いらっしゃって、そこはそれはそれでいろんな意見が出てるからいいんだけれども、じゃあ2、30代は何どう考えるのっていうふうな話が出てくるというふうなところが、まあ、一個ポイントになるよねってこと多分、おっしゃってると思うんですけど、まあ、それが SNS 等の場で、特に TikTok とインスタと YouTube でしたっけ、はい、そういうふうな場で話されるといいなと思うんですけど、ちなみにそういう、こう人と人の意見がより促進されるようなそういうケースというか、はい、結構なんかこう事例っていうか、 はい、あります。どんな SNS でってことですよね。あ、そうですそうです。これめちゃめちゃ恥ずかしいんですけど、はい、自分めちゃめちゃ韓国ドラマが好きで、韓国ドラマのアカウント運用から始まったんですよね、はい。まあ、それが今 YouTube で1万人とかいて、うん、まあ、Instagram でも4000人、 TikTok で1万3000人ぐらいいるんですけど、うん、めちゃめちゃコメントで、はい、もう僕毛利仁で MJ 室長っていう名前でやってるんですけど、はい、もうコメントとかで、まあ、いつもありがとうございますとか、うん、次の作品何見ればいいですかとか、こういうコミュニケーションがめちゃめちゃあるんですよね、はい。だからやっぱりアカウントの設計自体、要するにただ発信するんじゃなくて、もう SNS の場でキャッチボールがもうできるんですよ、やっぱりしっかり運用するとですね、うん。だから、まあ、そういうアカウント設計だとか、まあ、そういったところでもうキャッチボールだから、もうなんかたまに韓国人から来たりするんですよ、うん、あ、読めないなとか思いながら、あ、でも見てくれてるんだみたいな、まあ、感じになるので、まあ、そういう媒体としてもうめちゃめちゃいいのかなとは思います。ありがとうございます。もうそろそろ、皆さんもいろいろと話したい方がいらっしゃるかもしれないなというふうに思うので、質疑応答の方に移っていきたいんですが、その前に最後に少し、まとめの方を僕の方でさせていただきたいなというふうに思いまして、今、今日の、お題はオリンピック・パラリンピックの体験談、そこから、札幌の、地域活動がどうそれを学んでいけるものがあるのかっていう、それを深掘りしていこうというふうなパネルディスカッションでした、トークセッションでした。でその中で、やっぱりこうオリンピック・パラリンピックっていうものがある種呼び水になって、それは別に開催しなかったとしても呼び水になっていろんな人が興味を持つきっかけになるはずなんだと、なんだけれどもそこにまだ若者がまだ興味を持ちきれていないところがあるから、このチャンスを逃すのはもったいないので、この場にいろんな人たちが興味を持てるようにしていくための仕掛け作りをしていきたいというふうな毛利さんの話と、そのじゃあ興味を持った時に、若者だけで閉じるのではなくて、他世代がうまく交流したり、
あるいは健常者だけではなく町全体をどう制度設計していくのかというふうな話があったり、まあ、そういうところについて議論していくっていうふうな、そういった舞台としてオリンピック・パラリンピックを招致するのか否かというところに関する議論っていうのは、まあ、かなり、実は意味があるのかもしれないなと。それに対して何か僕たちの体験がちょっとでも生きるものがあったら嬉しいなということをいうふうに思っております。というところで、ぜひ、会場の皆様とも意見交換をしていきたいなというふうに思うのですけれども、何かご意見等がある方いらっしゃいますでしょうか。トークセッションの内容に対してでも結構ですし、ピッチの内容に対してでも結構です。いらっしゃいますか。あ、ぜひお願いします。まずオリンピックが賛成とか反対とかに私は意思は持ってません。まず一つはクーベルタンっていう人が新しいオリンピックをやりましたね。現在のオリンピックとどこが違うということです。二つ目は札幌市がこの財政逼迫した中でオリンピックをやるっていう意義がどこにあるんですかっていうことです。それと三つ目はですね、いろんなこと聞いてます。私もメルボルン、ローマ、東京、メキシコのオリンピックの時目指すために相当苦しい練習もやってきました。ただ今のオリンピックっていうのはあまりにも主役が誰かということを忘れてるんじゃないかと思うんです。まあ、時代が変化したといえばそれまでです。その3つです、うん、ありがとうございます。そうしましたら今のご質問大変多分もう話したくてうずうずして立ち上がっちゃった人がいるので、彼女に振ってみたいと思うんですけど、1つ目特に、クーベルタンのオリンピックと現在のオリンピックがどう違うのか、これについてぜひ伺いたいと思うんですけどいかがでしょうか。はい、まず1つ目の質問に対して私はお答えをさせていただきます。というのも私はオリンピックを専門に勉強しているのでそこで学んだことを通して回答させていただきたいんですが、まずすごく違います。ただそれはいい意味でも悪い意味でも違います。というのもクーベルタンがこのオリンピックを作ったのはもう100年も前のことで、古代の2000年近く前のアイデアをベースに作りました。やはり100年前のオリンピックを作った時期というのはもう第一次世界大戦前の西ヨーロッパ貴族が作ったアイデアになってまして、そこには平和を国際交流を通して平和をしようという今にも通ずる普遍的な価値はありつつも、ただ女性があまり女性の不参加であったりとか環境は気にしないであったりとか西洋的なスポーツをどんどん推し進めようとか今にはもうちょっと通用しないかなっていう価値観もたくさん含まれています。そういった部分はいい意味で変わってきてますし、また悪い意味で変わった点としてもやはり環境問題を意識するであったりとか費用がどんどん莫大になるといった実際実行していった上での変化もございます。これはオリンピックが古代のアイディア、クーベルタンのアイディアを元にしつつも今現在開催するところ、また IOC がどう思うかで考えていかなければならないかなと思いました。はい、ありがとうございます。2番目の質問、財政の逼迫している中で実質の意義はどこにあるのかというところについてなんですけれども、これについては多分話す角度が相当たくさんあるというふうに思っていて、開催する意義はこれですというふうに一個に絞るというよりもみんなで考えていくことがいいんじゃないかと。そして話し合っていく中で、開催する意義がやはりないのかもしれないしあるのかもしれない、まあ、これについてはぜひみんなで話していきたいねというふうな思いで私たちは本日のイベントを開催しています。ただ一つちょっと個人的に言いたいことがありましてですね、それが今のオリンピックに関する、世論というものが主に汚職事件に関する議論の方に流れていると思うんですけれども、これはこれで僕は非常に重要な事件議論だというふうに思う一方で、そのネガティブなものをなくしていこうっていう話っていうのはマイナスをゼロにする話でしかなくて、開催する意義は何なのかということに対して答えてくれる話ではないと思うんですよね。その意味で言うと、そういったオリンピックのネガティブな部分をどう消していくのかというふうな議論と並行して、
オリンピックを開催して何をしていきたいのかというところについての議論ももっと盛り上げなくてはいけないんじゃないかというふうに思うんです。でそのオリンピックを開催する意義というのをいっぱい寄せ集めて、それに対してリスクや財政の状況とかそういうものを全部テーブルの上に並べた状態で、じゃあどうするっていうふうな話をしていくっていうことをしていくべきなんじゃないかと。で今の現状だとその材料が揃いきっていないのではないか、その中で、開催するかしないかっていうふうな話になってしまっているのではないかというところが今メンバーでいろいろと議論していく中で、出てきているふうな、現状です。なのでよろしければぜひですね、どういったところがむしろ意義としてあり得るのか、あるいは開催する上での、懸念点はどこなのかというところについてぜひ、今日この後ですね、皆さんと一緒に交流しながら、お聞かせいただいて議論をできればというふうに思っておりますが、まあ、そういったお答えでもよろしいでしょうか。はい。で3つ目なんですけれども、メキシコやメルボルンなどのオリンピックを目指す厳しい練習をしてきたが主役が誰かを忘れている。これちょっとみのりちゃんにもう一回返してもいいですかね。アスリートがどういった存在意義を持つのかというふうな話に直結する議論だというふうに思っていて、この主役が誰なのかというところはどういうふうにボケているのかというところも含めて、ちょっと、意見があったらいただきたいんですけれども、はい、やはりアスリートファーストが今もキーワードであることは変わらないと思います。やはりオリンピックの主役はオリンピアン、パラリンピックの主役はパラリンピアンであり、アスリートファーストが大前提にあるとは思います。ただその場を作る上で、アスリートが持っているパワーというのは発信力で、スポーツを通してコメントを通してまた行動を通してオリンピックの価値であったりとかその個人のライフヒストリーなどを提示してくれているなと思うので、そういった意味で主役としての力を持ち続けているのではないかなと思います。ただ同時に今回ボランティアにも注目しましたし、これで運営では多くのスタッフの各国のスタッフも参加しますし、それだけでなくアルバイトレベルでも本当に多くの雇用が生まれたりであったりとか、いろんな人が参加してやっと達成されるのがオリンピックであり、それらに対してこうちゃんと焦点が当たるというか注目がある、そういった人もオリンピックの一部だよねと認識されているようになってきたことが現在の変化なのではないかなと思います。ありがとうございます。大丈夫でしょうかね。はい。そうしましたら、以上3つのご質問ありがとうございました。ぜひ後で話し足りない部分もあると思いますので、お話をさせていただければと思います。他に何かご質問やご意見等ある方いらっしゃいますでしょうか。お願いします。まず事実を申し上げます。私が高校3年生の時に札幌オリンピックが開催されました。当時ジャネット・リンさんがスケートリンクの上で素晴らしいスケートを見せてくださいました。みんな夢中になって見ていました。その大きくなったらスケーターになりたいっていうことは無理だけども、何かスポーツを通じて自分の体を健康にして、まあ知力も高めて社会に貢献していけるような人材になっていきたいっていう夢を持って大人になってきました。で当時、まあ、これ卓球のユニフォームなんですけれども、卓球現在も続けております。ダイエットにダイエットとともにマスターズの試合にも出させていただいております。主人の厳しい指導も受けております。しごかれて全国大会にも行っております。地域のチームにも参加させてもらってます。運営の素晴らしいボランティアさんの姿も発見さ見させていただきました。で何が一番問題かっていうのは、今子どもさんたちに夢がない子が多い。小学生さん、中学生さん、高校生さん、目のうつろなこういうロビーやなんかでぼーっととしていらっしゃるシルバー世代60代70代、何を持って生きてんだろうかね、生きがい何持ってんのみたいな、その一つの扉だと思うんですね。素晴らしい祭典だと思うんです。平和の祭典イコールオリンピアン の若い時に汗流したのは何も一つも無駄になることはないと思う。その汗を流した素晴らしい青春をぜひ若い人たちに伝えていただきたい。それはオリンピックもそうだし町内会でもできるし、小学校さんとのコメント、今少子化ですから学校自体が1階は老人の高齢者のフロアであってみたり、2階が学習だけじゃなくて児童の
お父さんお母さん働いてらっしゃいますから、その時間までの待機場所であったりしてコミュニティになってるんです。我々世代の時の一つの学校がもう高齢者も児童もそしていろんな方が社会参加する活動として学校がそういう場所に生まれ変わってるんですね。北海道私たちの住んでるところもぜひそういうところに参加をされて、ぜひ若い時のそのご活躍を小学生さんに伝えていただいたり、同世代の方々に普及していただいたり、そしてこのオリンピックのことでいろんな場所でいろんな活動されますよね。あの富士野であのモーグルで会ってみたり、リュージュで会ってみたりとか、まこまないでよスケート、その地域地域の町内会単位で応援団を出す、旗を作って出すだとか、小学生さんが紙に書いて旗を振って作って応援しに行くだとか、そういうコミュニティがねもっともっとね生まれなきゃダメだと思うんです。そうしてその若い世代だけじゃなく、学生さんは学生さんの大学というキャンパスの中で普及されてきますでしょうし、小学校であってみたり中学校、それぞれの教育のトップの方たち、教育界の方いらっしゃるんですから、そちらから発信していただいて、小学校中学校高校それぞれのトップの方、校長先生に発信されて、そこからもっともっとコミュニティを生んでいただきたい。そしてあと社会を、もう60代になりましたから、もう孫10人おりますから、そうすると多世代といろんな交流があるわけですよ。あと習い事であってみたい、文化活動であってみたい、いろんな LINE があるんですね。で LINE でこうつなげてると同じようにいろんな文化の活動でのつながりもございます。そしたらやっぱりアスリートも共に応援団も一緒に、あと地域のコミュニティが一番盛り上がって、山岳間で絡んでオリンピックを成功させましょう。札幌オリンピックをよろしくお願いします。ありがとうございます。夢というキーワードが出てきました。で、多くの、ここにいる、東京大会体験者たちはまさしく夢を追ってオリンピックという世界の中に入っていったんだと思います。先ほどの若者がどうやって地域に入っていくのかという時の呼び水は何かっていう、そういうものがありましたけど、まさにそれが夢なんだと思うんですよね。で、じゃあオリンピックパラリンピックはその夢足りうるのか、あるいは他の、夢はあるのか、でオリンピックはどうすればもっと夢になるのか、まあ、こういうところについてをぜひ話していけるといいのではないかと思ったんですけど、せっかく夢を持ってるさ、子どもたちが教え子にいるんでしょ、ちょっとそのあたりも夢をなんか。そうですね、2030年、これからもっともっと子どもたちの夢について考えると、やっぱり多分今お話ししてくださった方々の時代に比べると、今すごい夢を持って生きている若者が多いかって言われたら違うと思うんです。みんな悩んだり、本当に今のこの現状でいいのかなっていうふうに考えたり、私自身って何者なんだろう、私ってこの世界に、この世の中に居場所があるのかな、何のためにいるんだろうって考えている若者すごいいっぱいいると思いますし、私自身も大学生の時に、私山本かな子って言うんですけど、山本かな子は何なんだろう、何者なんだろう、私イコールこれっていうのが見つからなくて悩んでた時期すごいいっぱいありました。でそういう時にパラリンピックにさっきピョンチャンに行ったっていう話をさせていただいたんですけど、私が求めるものがあって、それに対して行動できる環境がオリンピックパラリンピックにあるんだなって思った時に、私はこれである、私はパラリンピックが好きでそこに出たいと思っている子どもたちに夢を与えることがしたい、それが山本かな子であるっていうふうに言いたい、なりたいって思った時に、オリンピックパラリンピックは私に夢を与えてくれたんだな、生きる生きがいを与えてくれたんだなっていうふうに感じました。答えになってるかわからないんですけど、もちろん夢を持ってない、夢を持てない若者すごいいっぱいいると思います。そこに夢を与えたり、ちょっとでも一歩を踏み出すきっかけを作るのがオリンピックパラリンピックに
なる人も絶対にいると思います。全員じゃないかもしれないけど、そういう大会ができたらやる意義があるのかなって、先ほどの方の質問の答えにもなるかもしれないんですけど思いました。ありがとうございます。ちょっと森さんもちょっと振ってみたいなと思うんですけど、オリンピックに結構熱をさっき持ってる感じがあったと思うんですけど、オリンピックに対してどんな夢をなんかこう抱いてるというか、なんでオリンピックなのかというか、その夢の部分でいくとどんな思いあるんですか。結構いろいろとディスカッションを今まで重ねてきたと思うんですけど、特にやっぱりこれここにワクワクするんだよねみたいなポイントって、言葉にするとしたらどんな感じですかね。ありがとうございます。結論もうやっぱ楽しいですよね、うん、僕らの世代はギリギリテレビを見てる世代ですで、要するにオリンピックをテレビで見てる世代なので、うわ北島康介やべえみたいな、金メダル取ったみたいなのをギリ知ってる世代ですね。だからこそオリンピックって地元だったらめっちゃ楽しいだろうなとかっていう感覚があるから、僕は開きたいなっていう、札幌という地で開催したいなっていうふうには思ってるんですよね、まあ、ただそれこそテレビがねだんだん見られなくなってきて、子供の人なん子供なんてもう YouTube しか見ないんですよ今。で僕も気づけば携帯しか見ないくなってて、もうリビングにはほぼいないような状態なんですよね、まあ、そういった上でやっぱり子供が夢がないっていうのはもう多分事実としてそれはあると思います。だけど、まあ、そういったところをまあどうやって変えていくかとか、そういったところは多分今後しっかり話していく、議論されていくべき内容ではあると思うので、結構前向きに前向きに前向きに考えていって、まあ、そこの、まあ、僕の夢でもありますし、まあ、オリンピックを開きたいっていう方々の夢でもあると思うので、そこは一緒になって考えていきたいな、と思います。ありがとうございます。何をやったらすげーってなるのかっていう、そこが今テレビっていうのが一個具体的なね対象としてあるんだけど、これやったらすげーってなるっていうようなものが何かあると、それをみんなが目指すようになっていって夢になっていくんじゃないかっていう、そういう話かなって聞いて思ったんですけど。そうだと思います、うん、だからそうするとじゃあオリンピックが夢たるには、やはりオリンピックというものがちゃんとある程度みんなに応援されるようなものにならなくてはいけないし、やっぱりこうみんながすげーブーブー言ってる状態でブーイングの中でやるオリンピックだと夢にならない。だからそれをどうやってみんなで一緒にこれをどうしてやりたいのか、みんなの共通の関心になっていくのかって、これがポイントだなっていうのはちょっと今聞きながら思いましたね。他何かご質問などある方どうぞ。あ、よろしいですか。はい。皆さんのオリンピックこういうふうにやっていきたいんだっていう意見、非常に、こういう意見もあるんだなと思って興味深く聞かせていただきました。であえてちょっと嫌な意見言います。はい。東京オリンピックとかの報道とかで開催費用がものすごく膨らんでしまった、スタジアムとかもなかなか決まらず費用がどんどん膨らんでいく、で終わって、新型コロナで開催時期も伸びて本当にやるんだろうかみたいな不安な時期になった時期もありますよね。そして終わったらスポンサーの問題とかもいろんな問題があったと思うんですよ。で費用で札幌大会がこのような問題を抱えるかどうかは分かりませんが、費用の問題とかものすごい大赤字を出しそうだとか、こういう利権の問題でちょっと面倒なことになりそうだとったら、普通の社会人の感覚だとじゃあやらないっていう風な感覚も普通にあると思うんですよ。そういったものがトラブルが起こりそうな中でもそれでもやれるっていうなった場合、何がどんないいものが残ると、そういった負の面を超えるものが何が残るのか、そういったものをちょっとお聞きしたいなと思ってちょっと発言させていただきました。いかがでしょうか。大変貴重なご意見ありがとうございます。これ答えたいと言いますか。僕から行く。じゃあ僕から行きますね。まず、開催費用の問題などなどについては、僕はその問題については結構良くない問題だなというふうに思っていて、で、オリンピックに関わっているということがイコールオリンピックの全てを肯定するわけではないというところが僕は結構大事なポイントだと思うんですよ。なので、まずちょっと一応前提としてお伝えいたしますと、開催費用の問題、あとは、少し古い問題になりますけれども、ジェンダーの問題や競技場の問題、エンブレム問題、一つ一つの問題っていうのは非常にこう課題だなとは僕も思ってます。で、多分それも分かっていただいた上でのご質問をいただいていると思うんですけれども、ただ、ちょっと2つちょっと答えたいポイントがありまして、1つ目の、
ポイントが、オリンピックで生じる問題のおそらく多くの問題というのはオリンピックだけで起きている問題ではないと僕は思っているというところがあります。例えば、一時期話題になっていましたけれども、当時の組織委員会の会長の女性蔑視の発言の問題、あれはオリンピックだから起きた発言なのかと言われると必ずしもそうではないと思うんですよね。日常から起こっている問題というものがオリンピックという光で明るみになった、つまりオリンピックというものがある種課題発見機みたいな機能を持っているという部分があると思っていて、その意味でもオリンピックに関わっている人間もオリンピックに対してある程度悲観的な目を持って関わっていく必要があるのではないかというところが思っているというところが1点目の答えです。で、2点目の答えが、今日の体験談でもあったと思うんですけれども、そういうふうなオリンピックに対して全面的に賛同というよりかはオリンピックに対して関心を向けながらどんなネガティブポイントがどんなポジティブポイントがあるのかということを考えていくというふうなところが前提にあった上で、じゃあ自分はそれをどういうふうにしてメリットとして生かしていけるのかというところを、個人の、体験として多くの人々が考えていけるようになっていくというところが重要かなというふうに思っていて、今オリンピックからメリットを享受しようということを能動的に考えられている人というのがかなり限られていると思うんですよ。オリンピックによって利権という言葉があると思うんですけど、利権というものに入れる人たちというのがすごく限られちゃってるからすごく問題なのであって、それがもうちょっと広がっていってみんなにとってのメリットになっていくということをなるべく多くの人々が考えていくってことができていけば少し変わってくるかなと思います。ただこれも完璧なことだと思ってなくて、ただ僕にできることっていうのは東京2020の時にネガティブなニュースが起こるたびに思っていたことっていうのは、それに対しても肯定することはまずしない、批判的なところは批判していこうっていうところと、じゃあ自分はそこからどういうふうなメリットを享受でき、それをどうやって広げていけるのかを考えていこうっていう、ここに対して僕は一旦考えていくっていうことをやっていました。すみません、ちょっと答えとしては若干ずれた答えになってたかもしれないんですけど、僕の答えは今こういう形ですね。そうですね、で私が思うに今ちょっと嫌な意見はしてるけど、やはりオリンピックとかスポーツとか見てても感動する人間ではあるんですが、ただやっぱりそれだけのコストがなんかニュースで見てても何千億円とかそういう一社会人では見たことないような金額出てるとやっぱりそう思っちゃうんですよ。でもそれでもやるのがいいあるんだとしたらば、なんとなく札幌だったら、まあ、こういうふうに国際いろんな国の人が来るのもすごいいいことだなと思ったり、なんかニュースでたまにバラエティでやってるなんか日本人なんか外国人がなんか日本すごい好きだよみたいなこと言ってると日本人としてはすごい嬉しいですし、まあ、そういうふうにいいなと思うんですし、やっぱり、ね、なんだろう、町づくりとかの話もありましたけど、まあ、じゃあそういうふうにそんなたくさんの人が来る時期だったら町の作りちょっと変えてみようかとか、そういう、まあ、やらないと誰か言ったな、あとやらないと やることで初めてなんか町づくりで違う視点が出てくるんだろうなっていう、そういったものがしっかりできていくんだったら、そういったいろんな負担を乗り越えてでもやる意味があるんじゃないかなと一個人として思うんでしたね、はい、ありがとうございます。少し札幌に目線というよりかはちょっと東京目線で少し申し上げますと、実は東京2020大会って、やりたかったこと結構できてないんですよね。結構たくさん長い年月準備して、僕も上野夏祭りも結局オンラインになったって言ったと思うんですけど、あれまだ救われた方で、かなり一生懸命何年も準備したのにできなかったものが今日本中に散りばめられてるんですよね。それは今くすぶってる状態なわけなんですよ。でこのリソースをどう使っていけるかっていうところは一個、ポジティブに考える上での材料になるかなというふうに思っていて、まあ、これが札幌にどれくらい還元されるかっていうところは少しごめんなさい、東京目線で申し訳ないんですけれども、東京大会目線でいくと本当にいろんな散らばったもったいないものたちをどこかで、うまく腹開かせたい、これがきっと社会にとって役に立つはずだからうまくいくはずだからと思って準備してきて日の目を浴びなかったものがたくさんあってもったいなくなってるっていう、そういう思いは個人的にはあります。そういったような形でオリンピックに対してかける予算によって何が得られるのかっていうところをあちこちから掘り出していって、その全体度が分かった時に、このお買い物が、いいお買い物なのか悪いお買い物なのかってことを考えるっていうことはやってもいいのかなっていうふうには思いました。ありがとうございます。他何かご意見ご質問などありますでしょうか。結構話としてはすみません、だいぶ白熱してしまって、ちょっと1対1の話みたいに若干なってきてしまって申し訳ないんですけど、ちょっとせっかくなので会場全体でちょっと話したらいいなというふうに思うんで、少しここで一旦お開きにさせていただきまして、まだこの会場空いておりますので、ぜひ皆様とですね、登壇者皆さんとですね、ぜひ意見交換ができたらなというふうに思っております。それでは本日は長時間待たれまして、ありがとうございました。
ここからは、ぜひ登壇者の皆さんともぜひ、話をしていただきたいので気軽にお声掛けいただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。